ジベンゾフランはフラン間にベンゼン管が2つ縮み肝した化合物である。揮発性の白色固体であり、非極性有機溶媒に溶ける。コールタール中に1%存在する。しばしばこの化合物の塩化物であるポリ塩化ジベンゾフランの略称として用いられる。例としてに3、7、8、テトラクロロジベンゾフランが挙げられる。これらは ダイオキシン類と同様の毒性を持つと考えられている。この化合物は1866年にシーラサンプによってリン酸トリフェニルと酸化カルシウムから初めて合成された。1871年に W. ホフマイスターによって物理科学的特徴が調査され、1901年に G. クレーマーと R. バイスジャーバによってタールの成分として発見された。 フェノールを摂取450度で脱水素する方法、フェノールを酸化的に脱水素して得られたに、シクロヘキセニルシクロヘキサノンを緩化する方法、サクサンパラジウムの存在下でジフェニルエーテルを緩化する方法、フランの存在下で無水フタル酸を熱分解する方法などで合成することができる。ジベンゾフランは熱に安定で広い温度範囲で液体であり、利便性が高い。 これらの特性と低毒性を生かして DBF は熱媒体として使用される。DBF はハロゲン化反応やフリーデルクラフツ反応などの旧電子的な反応を起こす。DBF をブチルリチウムと反応させるとにリチウム化する。TCDF の構造式。青字は一番号を示すジベンゾフランは 比較的毒性の低い化合物で、ラットに0.025から0.4%の DBF を200日間摂取させても影響がないことが知られている。しかし、ポリエンカジベンゾフランは毒性のあるダイオキシン類の一つである。ありがとうございます。